三遊亭ポンふとしは落語家の名。現在までに三人ほどこの名を名乗った落語家が確認されている。ただし、当代は過去のポンふとしを一人しかカウントせず二代目を自称している。三遊亭窓家朝市門上門高崎線三遊亭ポンふとしから千八百八十一年六月六日は落語家。初代三遊亭窓家城門家。本名 加藤勝五郎。元は、出入りの神湯見習いで主に、下ぞりをしていた、縁朝の下に入門する以前から、愛嬌からポン、ふとしと呼ばれていた。慶応の初め頃に、三遊亭窓化弔問家となり、音曲や小話をやっていた。長州藩、大村益次郎が率いる、新政府軍と将棋隊が争った、上野戦争に巻き込まれた際は、 ンフト氏が縁朝の自宅に駆けつけ弟子たちの無事を知らせたという。性欲、物欲、出生欲がなかったが食欲が旺盛で特に蕎麦が好きで、仕事に向かう途中に蕎麦屋があったら仕事そっちのけで蕎麦を食べ仕事に遅れるほどであった。また、基人変人で縁朝に可愛がられた。晩年身寄りがなく、没後の縁朝がおじということでお墓を作り、 前照庵に立っている延長官の墓の隣に建てた。ポン・フトシという名前から、縁朝が飼っていたペットの墓だと勘違いする人もいる。改名は、ウリン総工神事。自称二大目三遊亭ポン・フトシは、園学一門会所属の落語家。愛知県名古屋市出身。本名は、後藤里氏。法政大学社会学部出身。ありがとうございます。